ブルクハウンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の古田郡に属する市場長である。この町は、東ヘッセンに位置している。ブルクハウンは、その地区も含めて、ヘッセンクッペンレーン内に位置している。上空から見ると9つの玄武岩のピークが、ロゼット状の構造を形成しており、この地形の特徴を、ケーゲルクーゲルという名前が表している。地質学的には、 ブルクハウンは隣接する町とともに、原始時代の内海に位置しており、ブルクハウン周辺の遊歩道では、様々な堆積物の情報を得ることができる。ブルクハウンは、その名前が示す通り、古田川支流のハウネ川の谷に位置しており、その川筋によって形成された。ブルクハウンは、北はハウネタール及びアイターフェルト、東と、南はヒューンフェルト、西は、 シュリッツと境を接している。自治体としてのクハ派運は、以下の地区から形成されている。さらに、地区の状態に至らない、小集落のクラウス・マールバッハ、マーレルツホーフ、ハルトマンス平和がある。最初の文献上の記述は1262年に、なされているが、その成立は9世紀と考えられている。ハウネ川はこの町の名前の由来となった。着のハウネ貴族家は、 繰り返されるフェーデで,で、古田修道院長側に味方し、強盗騎士と呼ばれた。ブルクハウンは、都市圏の一部を14世紀に獲得した。ブルクハウン氏は、現在の、シュタット通り、福音主義教会、ロ門、モ壁を通るいくつかの入り口からなっていた。市壁は、現在はわずかな部分が残っているだけである。村落は、残りの家屋や農場からなっていた。 ブルクハウンは1854年2月23日に先帝公政府のフルダ州への布告で都市圏を創出した。フルダ州の北部では宗教改革と対抗宗教改革がなされた。クーやスレギオ、エイスラリージオの原則は宗教上の貴族を規定した。これは特に互いに隣り合うブルクハウンの教会に示されている。伝承によれば、 古田修道院長が当時過半数がプロテスタントを信仰していたブルクハウン住民と和解するために古い城の建物に共同の納屋を設けたと言われている。この建設計画から後のカトリック教会が建設された。城西後の教会はおそらく14世紀にはすでに建設されていた。1971年12月31日、ヘッセン州の地域再編に伴い、 それまで独立した町村であったヒューンハン、ローテンキルヒエン、シュタインバッハがこの町に合併した。1971年2月1日には、グルーベンが合併した。1972年8月1日に発行した州法により、1971年10月1日に、グローセンモール、ヘッヒエルマンスキルヒエン、ランゲンシュバルツ、 シュロッツァウが合併して新たに創設された自治体キービッツグルントがこの町に合併した。この町の議会は31議席からなる。2014年6月29日の選挙でセディの候補者、ボルフガング・アッツラーは57%の票を獲得して、当時現職のアレクサンダー・ホーマンに勝利した。彼は2014年11月に町長に就任する予定であったが、 2014年7月25日にオートバイ事故により死亡した。1965年6月23日に当時ヒューンフェルト軍に属していたブルクハウン町はヘッセン州内務大臣から以下の紋章を授与された。図柄、ガ金字に直立し赤い舌を出した黒いお羊。紋章の長部と左側は緑地に縁取られており、その中に右向きの大釜が配されている。 この紋章は、ブルクハウンと隣接する山町村が合併し、新たな自治体が形成された後も変更なく、1973年に改めて認可された。この紋章は、バートナウハイムの紋章館、ハインツリッツによってデザインされた。右、カトリックのマリア秘翔天教会、左奥、福音主義教会広さ9386平方メートル、 705基の墓石があるブルックハウンのユダヤ人墓地はリング通りの南端に位置している。この墓地は1690年から1941年まで連合墓地として周辺の町のユダヤ人にも用いられていた。1900年頃ブルックハウンには旧ヒューンフェルト軍で2番目に大きなユダヤ人コミュニティがあった。軍内のユダヤ人1174人中189人が このコミュニティに属していた。この町を通る連邦道 B27 号線と B84 号線によって全国的な道路網に接続している。また、ブルクハウンには鉄道ベイブラフルダ線の駅がある。1906年12月1日から1972年5月28日まで運行していた鉄道ヒューンフェルトベイニゲンタフトマンスバフハ線は ブルクハウンにオストバーンホーフを有していた。この路線上を2007年から全長 27km のケーゲルシュピール自転車道が通っている。公共近郊旅客交通はラインマイン交通連盟によって運営されている。バス路線はユーバーラントベルクフルが AG によって運営されている。アイターフェルト駅とヒューンフェルト駅の2つの路線がある。ブルクハウンには古い街の中心に ホルクスシューレがあった。この建物は、その後、政治亡命者の収容施設に改造された。2004年頃にこの旧国民学校の建物は、町の支援を受けた地元のクラブによって修復され、ハウスデアフェーラインとして、多くのクラブが、練習場、集会所として利用している。そのすぐ隣は、町立の福音主義幼稚園が、上官庭園に隣接してある。 リッター・フォン・ハウネ基礎家庭学校とも呼ばれるブルクハウン基礎家庭学校は1970年代に国民学校から置き換えられた。この他にシュタインバッハ地区にもう一つの基礎家庭学校であるマテウス・シューレがある。上級の学校はブルクハウンにはなく、第5学年以上の生徒はほとんどがヒューンフェルト、一部がフルダ・アイターフェルト、 バート・ヘルスフェルトの上級学校に進学する。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。